1756年のオスウィーゴ砦の戦いは、フレンチ・インディアン戦争の戦闘である。1756年当時、フランスは、連勝を続けており、同年の8月に行われた、この戦いでも、ルイ・ジョゼフとモンカルム率いるフランス軍が、イギリス軍の砦である、オスウィーゴ砦を攻略した。フレンチ・インディアン戦争の発端となったジュモンビル、グレンの戦いを受けて、 両国の政府は北アメリカに正規軍を送り込んだ。ヌーベルフランスとイギリス領ニューヨークの境界線地域であるオハイオ領土と他の辺境地域をめぐっての両国の新たな対立によるものだった。現在はニューヨーク州北部となっているこの地域はその当時は色イ,イ族が広く支配していた。 イギリスの戦略の一部には、オンタリオ湖の西端にあるフランスのナヤガラトリデを、遠征隊を組んで占領する計画もあった。この遠征隊の進路として、オスウィーゴ側を、オンタリオ湖へと上り、河口に司令本部を置くというものだった。マサチューセッツ湾植民地総督のウィリアム・シャーリーの、指揮の下オスウィーゴトリデは補強され、また、これに付属する、ジョージトリデと、 オンタリオトリデトが1755年に建設された。ナイアガラトリデーの遠征計画は、平隊の補給が不可能なのと、オスウィーゴ周辺のフランス軍が1755年から1756年にかけての冬に増強されたため、実現には至らなかった。1755年時点での、フランスのオンタリオ湖周辺の作戦は、 湖に大規模な軍艦を何隻か停泊させ、西のナイアガラトリデと南のフロンテナックトリデの間を自由に航行させるくらいのものだったが、1756年3月、このフランス艦は、オスウィゴトリデへの支援物資の重要な貯蔵所である、ブルトリデを攻撃した。攻撃は成功し、オスウィゴの駐屯部隊への物資が破壊され、 1756年のナイアガラトリレーの遠征予定を事実上不可能にした。1756年の5月、ルーベルフランス総督のボードル・イーユの命令により、フランス軍とインディアン同盟軍は、ルイ・クーロン・ド・ビリエの指揮のもと、ヘンダー・ソン・湾から、オスウィーゴの中東部隊を追い詰める作戦に出た。1756年5月、フランスの部隊を指揮するために、 将軍ルイ・ジョゼフとモンカルムがモントリオールに到着した。モンカルムとボードルイユは、アウト、ほぼ同時に、互いに、性格でも戦略面でも一致しないことが分かった。ジョージ湖の南ガニエのイギリス軍集結に対する手として、モンカルムはまず、シャンプランコに面したカリオントリデに行き、トリデの防御の具合を確かめた。一方、ボードルイユは、フロンテナックトリデに、 フランス兵を集め、オスウィーゴへの奇襲の可能性を示唆した。二人は、奇襲隊からの役立ちそうな報告から、計画を練ることにした。マサチューセッツ湾植民地総督ウィリアム・シャーリー1756年3月、マサチューセッツ湾の総督シャーリーは知らせを受け取った。彼の代わりに、総督には四代、ルードン・ハク・ジョン・キャンベルを派遣するというものだった。 ルードゥーンの副指揮官である将軍、ジェームズ・アバークロンビーは、6月下旬にならないと、オールバニーに到着しないため、シャーリーは、アバークロンビーが来るまでに、ナイアガラ砦での遠征の指揮を見越して、オスウイーゴ砦での補給船への手こ入れを行った。6月には、ウィリアム・ジョンソンがおのんだがの、色イ,イ族の根城に出向いて、色イ,イ族の部族である、小人族の援助を得るための交渉に成功した。 また、レナペの支援も取り付けた。これらの部族の力を遠征に活用したいとシャーリーは考えていた。シャーリーはまた、2000人規模の高校、または造船の経験があるバトーマンを雇い入れ、7月、ジョン・ブラッド・ストリートの指揮の下で、彼らは、オウ数ーゴトリデーの再補給を行った。しかし、彼らは、ここから帰る途中で、 フランスの襲撃隊の攻撃を受け、60人から70人の捕虜を出すことになる。7月の終わりに、オールバニに着いたルードゥンは、直ちに、シャーリーが計画していたオスウ英語からの遠征を中止した。オスウェー語砦周辺の地図、オンタリオ湖の右下にオスウェー語砦が見える。オスウェー語砦を守っているのは、オスウェー語、ジョージ、オンタリオそれぞれの砦の中屯部隊だった。 オスウイゴ川の東岸に1755年に建設されたマルタ作りのオンタリオ砦があり、川口から見上げた丘の上に立っていた。中東部隊は370人のペッパーレル連隊で、砦の手入れの状態はまずまずだった。オスウイゴ砦は川の西岸にあり、中心部は石と粘土でできていて、南と西の壁は 土塁で囲まれていたが、オスウイーゴ川対岸のオンタリオ砦からこの砦は丸見えだった。直近にできたジョージ砦は、シャーリー連隊の兵から、ならずものトと呼ばれた砦であり、野来は未完成で、中屯兵が射撃するための銃眼すらなかった。ニュージャージーの民兵150人が中屯していたが、オスウイーゴ砦とジョージ砦は、中屯部隊を置くための施設もなく、 両者の防御機能は、大砲が数台あるのみだった。ペッパーレル、シャーリーのマサチューセッツに連隊で、重要な部隊であるジェームズ・マーサー式のペッパーレル、連隊は、北、アメリカで冬を越したため、支援物資、とりわけ食料の不足に悩まされ、多くの兵が、病気、主に解決病で死んでいった。物資補給のために取り出を放棄すべきかどうか。 真剣に話し合いが行われたこともあった。この規模の砦の中東部隊は、通常2000人近くいるのだが、この砦で任務につける兵は1200人もいなかった。ルイ・ジョゼフ・ド・モンカルム将軍7月16日に、カリオンを立ったモンカルムは、レビ博、フランソ・ワガストン・ド・レビの指揮のもと、3日後に、モントリオールに戻った。モンカルムが、 フロンテナックトリデへ向けて立った2日後に、フランス軍は、大勢のインディアンを集結させていた。ラサル連隊、牛エンヌ連隊、ベアルヌ連隊、海兵隊の大隊と植民地の民兵が集まるのと、同時に、インディアンたちも、ヌーベルフランスの各地域から250人ほどが来ており、軍全体の規模は、ざっと3000人だった。ボードルイユ総督の弟である、 フランソワ・ピエール・ドリゴーが8月4日に本隊が出発する前にサケット港でビリエの軍に合流する先発隊700人を率いて立った。先発隊は夜の間に現在のウルフ島まで航軍を続け夜にサケット港に渡るため昼間をそこで過ごした。8月8日までにはすべての軍が合流し翌9日にオスウィーゴーに向けて立った。 8月9日、ボードルイエとビリエの軍が陸上を、オスイーゴに向けて進んでいる間、モンカルムと他の兵は馬頭で、オンタリオ湖岸に近づき、8月10日の未明、オンタリオ砦の東約2マイルの地点に上陸した。彼らの暗闇に紛れての行動は成功し、朝になって、小さな巡視船が、モンカルム一行を見つけるまで、イギリス軍は何も気づかなかった。 イギリス軍が差し向けた大型船は、フランスの野放により追い払われた。モンカルムの工兵が、他の士官やインディアンの同盟兵たちと、イギリスの防御を調査に行った。インディアンの一人が、逃避をひどく欲しがり、ある場所で、フランスの工兵を、イギリス兵と誤って射殺した。モンカルムは、ピエール・プーショに、砦包囲の戦術の決定を続けるように言った。 オンタリオトリデの大砲8月11日から8月12日にかけての夜、フランス軍は包囲のための残豪を掘り、オンタリオトリデの方向へと掘り進めていった。オンタリオトリデの中屯兵は、8月13日の遅くまで、フランスの民兵やインディアンと砲撃や銃撃を交わしたが、ある時点で、どうやらマーサーの命令によって、中屯兵たちはトリデを放棄した。 王位のための残酷掘りは、まだ終わっていなかった。モンカルムはすぐに放棄された砦を占領し、丘の西の端に大砲を据え付け始めた。そこから、丸見えのお数以後砦の東端が、その大砲の射程に入った。フランス軍は、全速力でことを進め、8月14日の朝までには、9台の大砲が据え付けられ、すべて砲撃が可能だった。 おすゆいごとでの、剥き出しの石造りの壁めがけて砲撃が始まり、猛攻撃で壁はボロボロに崩れ落ちた。とでの中ト部隊は、自分たちの大砲のすべてが川の方向を、向いていなかったためついに大砲を反転させ、フランスの砲撃にいくらかは対抗できた。しかし、モンカルムがボードルイユに、三つのとでの上流から、何人かの兵に川を渡らせるように依頼し、 この兵たちが多少困難な状況ではあったものの、難なく川を渡り切り、外壁が剥がれた汚水後鳥出の端に姿を現した。それは、マーサーがフランスの砲弾を受けて戦死したのとほぼ同じ時点でのことだった。短い作戦会議の後、マーサーから指揮官を引き継いだリトルヘールズが降伏の意を示した。 4代、ルーデン伯爵、ジョン・キャンベルイギリス軍は、妊婦や、造船技師、女性や子供を含む1700人が降伏した。おすいご取りが、ヌーベルフランスの民兵やインディアンに解放され、皆が中に駆け込んで略奪を始め、孫のラム酒を飲んでヘベレケになった。この乱チキ騒ぎのただ中で、逃げ出そうとしたイギリス兵が、酔っ払ったフランス兵やインディアンから、斧で切りつけられ、 殺された。将軍イモンカルムは、この行為に驚き呆れた。結局、それ以上の殺戮は食い止められ、その一方でのさとした。今、我々は、国王陛下から、八千から一万リーブルもの戦費を支出して、いただいているのだぞ。モンカルムは、その後、フランス兵が持ち出せなかった物資を、建設中の船ともども壊してしまうように命じた。それから、 すべてのイギリス人を捕虜も含めてモントリオールに向かわせた。8月12日、ルードゥンがついに第44不評連隊からオスウィーゴに向かうブラッドストリートのバトルに補強要員を分岐した。この部隊がオネーダ・キャリーに着いた時オスウィーゴ砦の陥落を知った。ブラッドストリートの部隊はオネーダ・キャリーの砦をすべて壊してからジャーマン・フラッツに退いた。 ルードゥーンは、ブラッドストリートに、そこに泊まって、次のフランスの新軍を阻止するよう命じた。ルードゥーンは、その後何ヶ月かの間、シャーリーの骨折りを無駄にし、オスウイゴ取の陥落を、この前任者のせいにし続けた。シャーリーは、その後、オスウイゴ陥落のモン会に出席するため、イギリスに戻った後、1758年に、バハマの総督に就任した。 ありがとうございます。